なんか味がゴンチャに近い。はい、皆さんこんにちは、シュータカダです、今からですね、デュッセルドルフにあるタピオカ屋さんに行ってみたいと思います。もちろんで、ね、皆さん知ってると思いますが、タピオカ超ブーム来てて、デュッセルドルフにもあってです、今ちょうどブームが来つつあるらしくて、こちらのお店です。メールからティーメイトっていうお店で、デュッセルドルフだと一番有名になるのかな、こちらのお店にタピオカが売ってるらしいので、今から行ってみたいと思います。店舗もドイツ内だけで3店舗あるみたいですね。見てもらうと分かるんですが、毎日やってるみたいです。12時から9時でやってます。ちょっと、開くのは遅いですが、12時から で僕ら今来たのが12時ちょい過ぎぐらいなんですが、多分お昼時っていうのもあって少し混んでます。結構デュッセルドルフ内にいくつもタピオカ屋さんあるみたいなんですが、最近ベルリンにもできたみたいです。あ、どっちでも持ちながらでも、基本的には日本とあんまり変わんないです。ミルクティーとか選んで、トッピング選んで、で甘さとアイスの量を選ぶみたいな感じです。じゃあじゃあ L サイズ頼みました。なんか味がゴンチャに近い感じが。あ、これモーラを普通に、値段言ってなかった。値段が、ブラックミルクティーがこれ L サイズで3.7か、うん、L サイズで 3.7 ユーロで、 M サイズだと 3.2 ユーロでした。タピオカがプラスそれに追加で50セントって感じです。なんで僕は全部で 4.2 ユーロ、日本円だと500円ぐらい、もうちょっとかな、500円ぐらいです。500円ぐらいでこれなんで、日本とあんまり変わんないぐらいです。日本でちょっと安いのかな。でトッピングは一律、タピオカ以外の他のやつも全部一律50セントなんで、タピオカ以外にも、サマースペシャルでマンゴーグリーンティーっていうのがあったりとか、さっきハイビスカスティーがあったりとか、なんかインスタ映えしそうなやドリンクがめっちゃありました。でもなんかさっぱりしてます。甘さノーマルなのにさっぱりしてるんで、結構甘いのが嫌いな苦手な方でも飲みやすいと思います。紅茶が美味しいのよ。紅茶が普通に紅茶が美味しいです。でタピオカも柔らかいやつ好きな人はおすすめですね。大きさも結構大きいんで、小鉢が。紅茶が美味しい。ぜひ皆さんおすすめです。めっちゃうまい。Lサイズでもスラッと飲めちゃいそうです。まあ、僕、本当に甘いの好きなんで、ぜひぜひ皆さんデュッセルドルフに来た時はこのティーメイトおすすめです。皆さんに行き方も紹介しておきます。デュッセルドルフ、ドイツのデュッセルドルフの中央駅から降りて対岸に渡ってきて、でこのままちょっとこの分かんないですよ見方、この青い看板のカフェを目印にこっちに進んでいきます。進んでいきます。
左手を見るとあります。